ご質問いただきました。フルマラソンでハーフを過ぎると足をつるようになりました。単に筋持久力の衰えなのか、いつかご教授お願いします。ありがとうございます。ついにね、とうとうこのチャンネルでもこの足つりの話題について触れることになりました。もうね、いろんな人が動画でお話しされてますよね。結局僕も同じことをなぞるようになってしまうので、あんまりね、こう面白くないかなーって思ってたんですけど、ではなぜ足をつるのか。結論、すいません、練習頻度密度不足だと思います。よくアニメとかでなんかもう最終形態パート2みたいな強くなりすぎた敵がゴポ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 ゴゴゴパーンみたいな、結局自分の上がりすぎたパワーのキャパオーバーして自爆するんかい、なーにしとん展開あるじゃないですか。約束のネバーランドの女王だったり、秩父会の月光守屋だったり、ハガレンのあのお父さんのホームンクルスだったり、足つるときって多分ああいう感じだと思います。ただのオーバーペースだと思います。以上です。もうあれやめましょうよね。なんか水分が、電解質が、どうのこうのみたいな。いやもうね、そういうことじゃねえ、ないですって。それで塩飴ペロペロの労力で解決する人だったらいいと思いますよ。けどね、じゃあフルマラソンの30キロ地点でボリュームゾーンの方々って、塩と水でね、解決しないわけじゃないですか。じゃあそういうことじゃないやんっていうね。その足つり対策に関するその方向の動画を見るたびに、僕は、今宵千葉県市川市のこの 1K のお部屋で、いや、違うでしょーってもずっと叫んでるんですけど、頂上戦争のコビ状態ですね。もうやめましょうよ。うん、もうやめましょう。本当にね、声を大にして言いたいことってね、あんまりこう動画にしたくないんですよね。コビぐらいやっぱ感情的になってしまうんですよ。ゆっくり長く走っても速くはならないですし、みんなが抱えてる足つり問題について、みんなが買える市販の何かを購入しても解決にはならないですよね。それで解決する人は極論何やってもきっと解決します。ただこの動画をご覧いただいている多くの方々はもうそこはご卒業されてるかと勝手に思うので、もうこまめな水分補給が正しいと言われていた大昔のスポーツ飲料メーカーの戦略についてもここでは触れないですよ。で、1本15分ぐらいでは収めたいので、足つりの原因はわからないですけど、足をつったっていうこと、この事象に対して水分電解質がなくなってるっていうのは多くの方に当てはまる、あくまで一つの枝葉の結果であって、全身で汗をかいてるんだから全身ランダムにどこかつるならわかりますよね。ここでは考察しないですよ。今回の足つりと脱水の関係と同じように、例えば寒いから故障をするとか、朝走ると痩せるとか、これも本質的には関係ないですよね。なんかそういうのが多いと思います。じゃあ今度は僕が見聞きしてきた狭い狭い事実として、学生実業団ランナーで毎レース毎レース足つりに悩んでる方は多分ほぼゼロだと思います。2回目ですけど、足つりの原因は練習不足で、その場合足をつるタイミングとしてはただのキャパオーバーだと思います。走力キャパに対して余裕がなくなってかっこオーバーするから足をつるという普通のお話じゃないでしょうか。僕が唯一知っている競技者レベルで足をつってるのを見たときは、佐藤悠基さんが2年生の時に箱根の1区で渡辺康之さんの当時区間新記録をなんか何十年ぶりにやべえやべえ更新するぞみたいな時に、ラストの 2,3 キロで足つられてたんですよね、確か。違ったらすいませんね。で、僕らからしたらね、もちろん高いレベルですけど、理屈は同じだと思います。当時高校出たばかりの2年生の佐藤悠基さんが何十年ぶりに、十何年ぶりに箱根駅伝の緊張の中、渡辺康之さんの記録を塗り替えるっていうことは、まあね、こんな僕が言うのも大変恐ろしいことなんですけど、当時の佐藤悠基さんからしたらキャパオーバーだったわけですよね。ある種の出来すぎ。逆に言うと、あのレベルでキャパがオーバーできるっていうのは、なんかもういろいろと すごいことなんですけど、逆に言うと、最高のピーキングができてるわけですよね。
ね、足つった後もそのままキロ3切るぐらいではね、多分押されてたと思うんですけど、じゃあけどまあ僕らに帰ってきて、我々は割と簡単にキャパがオーバーできるというか、運動不足のお父さんとか、たまに張り切ってこうなんか3歩ぐらいダッシュしたら足つるじゃないですか。極論我々もそのレベルなわけですよね。フルマラソンから見たら。で、さすがのお父さんも3歩で脱水にはならないですよね。1歩目バッシャー、2歩目フッシャー、3歩目ファッシャーみたいな。まあ、それだけ汗かいてるんだったら、まあ、今回は水と電解質ということでお話をお譲りしますけれども、のように、例えば競技者ランナーに比べたら、そこまでキャパを磨いていないので、簡単にオーバーできてしまう。ゆえに足つりも容易という、ここまでもこれも持論ですけど、それは比較的、スピードとか筋力がある男性の方が、キャパオーバーしやすいんじゃないかなって思ってます。で、トップ選手の次にその僕の話をするのは大変恐縮なんですけれども、例えば去年の11月のある日、1日目レッスンでキロ6で20キロ走って、午後自分の練習でキロ4ぐらいのいいペースで25キロ走って、帰ってきてキロ5でヘロヘロで16キロ走りました。で、その翌日にレッスンでまた4分45ぐらいで20キロぐらい走ったんですね。でこの時人生で僕多分初めて走行中に足をつりそうになりました。その時の状態が3ヶ月走ってないところから立ち上げ 2,3 週間目とかだったんですよね。やっぱり前日の負荷と合わせたら今の状態ではそれがたとえおしゃべりジョギングだとしてもこれはキャパオーバーに値して足をつるに足るという、ね、この時だって目に見える汗なんてほとんどかいてないですよ。ある程度のランナーさんだったら足をつるタイミングっていうのは以上お話ししたようなこととほとんど同じだと思います。過去の練習から今の状態ではそのペースでその距離を走るのには少し不十分だったので筋肉がわなわな震えていますよと。でここからは質問主さんのところに戻りまして、ヒアリングさせてもらった僕が最低限欲しかった情報は以下ですね。週3から4回の練習、フルマラソンの試合の直近1ヶ月で走行距離が150キロ、その直近の1ヶ月は300キロ、他の月も300キロ踏むんですかって聞いたら、そうではないという。で、メニューの内容も見てないので、もちろんその何とも言えないんですけど、ここのみの情報と、ここから試合に近くなったから月間300キロを気合を入れて踏みに行ったという、妄想のもと、足つりの原因が練習不足によるキャパオーバーだという決めつけと憶測だけでこの先お話し進めさせていただきますので、どうかかなりのご容赦をよろしくお願い申し上げます。まず大前提として月間走行距離を伸ばすこと自体には僕は大賛成です。ただそれを試合の直前のみ実施することは半分反対ですかね。ここからしばらく月間走行距離のお話をしますね。練習を消化できることと吸収できることはイコールではありません。イメージ、ボディービルダーの方って1日に何回も食事回数分けますよね。あれって一度に効率よく吸収できるタンパク質の量ってその人によってざっくり決まってるわけで、まあこれと同じです。ウィルビーの池上さんが言うところの刺激と対応ですね。例えば直近6ヶ月の月間走行距離が全て100キロの人、この人が翌月同じ強度で吸収できるトレーニング量って距離で言うところの120から140って言われてますよね。けど消化だけを考えたら300キロでも400キロでも食べれるわけですよ。距離の消化の仕方なんてぶっちゃけ移動したらもうそれ消化しちゃうわけだから、で皆さんもこうやって走っててガーミンピロリーンってなったらその1キロごちそうさまとみなしてますよね。ただその1キロを吸収できてるかどうかっていうのはその時の状態によるっていう。それは例えば直近2ヶ月のアベレージがあまり波のない100キロの場合、せいぜい120キロ。140キロも消化できないことないですけど、翌月同じテンションで消化吸収できるかって言われたら、月を追うごとに怪しさを増していくっていうイメージですよね。だから月間800キロくらいまでだったら多ければ多い方がいいと思いますけど、ただそこにメリハリがないのであればあまりこう意味がないと言いますか、しっかり吸収しなきゃいけないわけですよね。吸収っていうのは走力が上がることです。
じゃあただ消化するだけではない吸収までする月間300キロってなんやねんって、その300キロの中で目標に必要な、まあ、ある程度根拠のある低中高強度の練習が適切に織り交ぜられていなければレース中足をつる可能性は下がらないと思います。じゃあそういう1ヶ月を吸収するのであれば、その前月に300キロぐらいだったらジョギング程度で普通に踏めるよね、もしくはそれよりも高強度な250キロを踏めている状態じゃなきゃいけないですよね。で、多分僕これ過去動画でね、全く同じことを言ってるんですけど、1000メートル10本をやってもマラソン練習にはならないんですよ。だって合計疾走区間距離10キロなわけじゃないですか。その24時間以内である前日に E ペースの90分ジョグをやったり、その24時間以内である翌日に120分 LSD をするから、3日ないしは1週間単位で距離としての42キロを凌駕して、スピードとしては中から高強度の練習でマラソンペースを凌駕するわけですよね。この3日から1週間を1つの単位としてざっくりマラソン練習をしているイメージですよね。だから単発90分の E ペースジョグはマラソン練習ではございません。 1000m×10本はマラソン練習ではございません。120分 LSD はマラソン練習ではございません。当日目標としているレースペースで42キロを止まらずに走るという地点から見て、比較的マラソン練習ではございませんと申し上げております。ただこれが3連単になったとき、その3連単の間が短くなればなるほど、比較的マラソン練習に近づくわけですよね。より本番に近い負荷になるわけでございますから。はい、戻ります。今僕これを3日から1週間単位の話をしているだけで、フルマラソンで足をつるつらないの話まで行くと、おそらくこれを1ヶ月単位ぐらいでは見なきゃいけないんじゃないかなと思ってます。だからびっくりしないでくださいね。すごいこと言いますよ。大いに炎上してもらって結構ですよ。このことから、単発1000メートル ×10 本がマラソン練習ではないように、月間300キロはマラソン練習ではございません。驚愕ですか？画面の向こう側で炎上してます？今日の動画すべて比較的にっていう言葉の注釈を各自してくださいね。これからマラソン練習を消化吸収するためのスタート地点が、その人にとって仮に300キロだとした場合、よし、じゃあまずジョギングだけで300キロ踏めたぞと。じゃあ翌月はこの300キロの中から週1回計4回の高強度ポイント練習も入れられたぞと。じゃあ来月もなんだか同じことができそうだなと。よしよしと。吸収できてるっぽいぞと。で、その結果、4回の高強度練習プラス、2回の中強度ジョギングプラス、2回の距離走ができたぞと。で、そのまた翌月はまた新たな練習メニューなのか、他の要素なのかをプラスして、気がついたら月間400キロなっとったわいいみたいな。月間走行距離の増え方って本来こうあるべきでして、ね、いろんな方がいろんなところで多分言ってると思うんですけど、目標に対して必要な練習の組み上げ、その一個一個のジョグなりポイント練習がレベルアップしていた結果、もしくは必要な練習密度、頻度が大きくなった結果、月のトータルで距離が増えていくべきだと考えてまして。だから目標に対して必要な一つ一つの要素、練習の積み上げが月間走行距離という結果だとして、ピーマンの勉強をします。それに合う肉を選定します。各種調味料、調理器具を揃えて、それに必要な準備をして適切な料理手順を踏んだ結果、美味しいピーマンの肉詰めができるわけですね。一方、例えば、一切料理の知識もない、同じ知能レベルの異国の方が、それをやろうとした時に、姿形はそれピーマンの肉詰めかもしれないですけど、なんかもう塩コショウをフライパンに振って、野菜って洗うけど、肉を詰めた後のピーマンを水にさらして、一週間天日干ししたそれ、いや、まあ、ピーマンの肉詰めという言葉の定義は合ってますけど、美味しいかどうかはそれまた別の話ですよね。
いや、合ってるかな？これ伝わってます？月間走行距離の伸ばし方っていう日本語がそもそもナンセンスだと思ってまして、月間走行距離を伸ばそうと思って伸ばすわけじゃないんですよ。目標に対して必要な練習がこれくらいで、けど今の自分の状態でできる練習はこれくらいっていうところから始まって、それを近づけていく継続の結果として月間走行距離って自然と伸びていくもんなんですね。そちらの方が美しいと言いますか。別にね、美しさを求めてるわけじゃないんですけど。だから本来であれば月間走行距離を伸ばすことに注意をするべきじゃないんですよ。本当だったら月間走行距離を伸ばしすぎないことに注意しなきゃいけないはずなんですよ。だってちゃんと吸収してたら勝手に伸びちゃうんだから。で、おそらくそれが月間800キロくらいまでだと思います。そっから先は、よっしゃ、ちょっと月間800キロのより上目指してみるかっていう、月間800キロ以上っていう、ここの数字の意識をしっかり持たないと、多分増えてはいかないんでしょうけど。で、話を戻して、マラソンの直前にだけ自分の吸収できない量を消化してしまうことは、1ヶ月かけてキャパオーバーに向かっているわけですよ。ちょっと過激な表現をすると、いつでも足がつれる状態に向かってると言いますか。いやね、練習の量を増やすことはもちろん正しいですよ。だからそのためにテーパリングを試合直前にやるんですけど、300キロから150キロは少し落としすぎですよね。単純計算だと週平均で75キロから37キロになるわけですよね。これから42キロを走ろうとしてるのに。一概には言えないですよ。練習メニューをね、見てないので、本当にそのすいません、何とも言えないんですけれども、一般的に300キロから150キロにまで落とした場合、競技力はしっかり落ちてると思います。イメージ、足つり体勢、キャパ300だったのが、180ぐらいに落ちちゃったみたいな。僕個人の多くの方に向けた感覚は、3ヶ月の月間走行距離、平均が400キロぐらいまでのサブ3くらいまでのランナーさんであれば、テーパリングはラストの1週間から2週間で十分だと思います。その場合、試合付きの月間走行距離は320から340くらいは走っておきたいですね。だからこれを月間300キロに置き換えると、240から255は走っておきたいですかね。月間走行距離300キロ引く、かっこ本来2週間で走る予定だった距離150キロかける30%から 40% のテーパリング、かっこ閉じ、かっこわら。対してこの400キロが6ヶ月以上の平均なら、シンプルに直近の月間走行距離かける 70% から 60% でもいいかもしれないですけど、今これ数字はめちゃくちゃイメージですよ。実際僕の練習とか受け持ってるパーソナルの方々とかを、こんな緻密というか、まあ、数字当てはめてはやってないです。勘です。勘。この方はこれまでの練習実績と試合結果から、この調整期間、これ以上負荷を落としてしまうと、本番まで微量に競技力を落としてしまうだろうなーっていう勘。もしくは、この方だったら、これくらい放出しても、試合本番まで、フレッシュな状態で疲労をためずに、スタート地点に立つことができるだろうなーっていう感。前者のイメージを使うことの方が多いですかね。でね、今もしかしたら、なんやねん感って不審に思われた方いるかもしれないですけど、それはね、ある程度はクックパッドでいけますよ。でもそのある程度を超えようと思う調整については、そこはまだわからない方に説明して理解を待っている余裕と僕の技量がすいません、ないです。ピーマンに肉を詰める作業と美味しいピーマンの肉詰めを創作する料理は別だから。まあ、調整に限らずね、もちろん全てにその最大公約数的なお話はあると思いますけど、それって個人の感覚とそれまでの練習実績を完全に無視した着地にしかならないと思うんです。3週間前に30キロ走って、2週間前に20キロ走って、1週間前に10キロ走ってって。みんな同じな？みたいな。やっぱそういうクックパッド着地にしかならないわけですよ。ある程度を超えるっていうのは競技力が高い低いの話ではないです。自分だけじゃなくて多分ですけど、全人類がこの先もそれについて
最適解に多少の不安を抱えながら永遠に調整し続ける微妙な領域のことです。で、別にこれマラソンの調整の話だけじゃなくて、一定のレベルを超えるとマラソン一流選手からコンビニの接客まで個人差のあるものだったら、もう全てにね、この微妙な領域ってあるじゃないですか。はい。だから、40キロ走、30キロ走が意味ない論争の回答でもあるんですけど、今回のようにそれが吸収できない場合、その小さなキャパオーバーは別に足つり対策としても不十分だと思います。それは単発距離走に限らず、レース直前の一月特別飛び抜け月間走行距離も同じです。共通しているのは、それが消化できても吸収できる状態ではないということ。悪影響じゃないですよ。もちろんトレーニング効果はあると思いますけど、コスパが悪いというね、今おすすめできる状態ではないという。まあ、めちゃくちゃ話遠回りになりましたけど、足つりに戻しまして、じゃあね、まあ、結局何したらいいのって、今日の動画、一言でまとめますけど、頻度、練習頻度。じゃあもちろんね、週6回、7回の練習がいいんですけど、月から土休んで、日曜日7ブレンしましたみたいな。そういうのは違いますよね。そういう意味で言うと、綺麗な密度。ざっくりこの1週間の密度がどれくらい大きくて綺麗で、その密度の体積をどれだけ多くできるかゲームだと思うので、ね、元も子もないことを言いますけど、足をつらなくなるほどの練習をしていたら当然足はつらないですよね。足をつる原因は結局ね、僕もね、知らないですけど、もしここまでの話を踏まえて、目標に対して根拠ある要素を組み上げて、練習を適当に積んで、当日のレースも計画的に進められて、それでももし何回も足をつるようであれば、ごめんなさい、ここまでのお話は無駄でした。そして、それは逆におめでとうございます。であれば、おそらく原因は、僕がここまで長々話した、非常に大変な練習メニューのお話ではなくて、走り方なのか、個人的な体質なのか、それこそ原因は、塩飴ペロペロレベルで解決するところにきっとあると思います。まあ、最後にね、ちゃぶ台返ししますけど、ここまでね、僕もね、言ってることは結局同じですからね。足をつる、塩水が足りてない、そこだけ見て対処。強い選手は足をつらない、ここだけ見て対処。うん、同じですよ。あくまで参考に聞いてくださいね。終わります。はい。いつもね、ここからの定型文、流し読みしてたので、ちょっと心を込めてマジで言いますわ。この動画が面白いと思っていただけた方、他にも同じような動画だと思われるものがいくつかございますので、ぜひぜひ、マジでチャンネル登録よろしくお願いいたします。あ、はい。ね、そのチャンネル登録ボタンピッて押すだけでいいんですよ。そこピッて押してくれるだけでいいので、本当によろしくお願いいたします。本当によろしくお願いいたします。チャンネルリスト、間違った、これ再生リストのところにね、全部で100本ぐらい動画あるんですけど、30本ぐらいに、いや、まずこれだけ見てみたいな、これ一番大切みたいな動画をね、まとめてるので、よかったらそこだけ見ていただけて、あ、面白いなと思っていただけたら、どうか、本当にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。夢。おチャンネル登録お願いします。はい、なんで。俺もチャンネル登録お願いします。はい、失礼します。ありがとうございました。